はい、焼津 TV をご覧の皆様、こんにちは。光のセラピスト、愛のタロットカフェ、の時間がやってまいりました。今回もよろしくお願いいたします。本日はですね、ゲスト、またですね、素敵なゲストの方を呼ばせていただいて、おります。ちょっとですね、画面の方を切り替えさせていただきたいと思います。はい、光のセラピスト、愛のタロットカフェということでございまして、早速でございますけども、本日のゲストですね、本日というか今週のゲストということでですね、はい、ときめきライフコーチングの里見さんにお越しいただきました。里見さん、今回はようこそタロットカフェいらっしゃいます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、お願いします。先ほどもちょっとご紹介させていただいたんですけども、簡単な自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい。ときめきライフコーチングの里見です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。久しぶりというかですよね。焼津TV は初めてではないと思うんですけども。はい、ね。はい。もう、どのぐらいぶりかなっていう感じで。そうですね。結構会ってないです、そうですよね。はい、SNS 上ではなんかもう、会ってるから身近に感じるんですけど、実際にこうお会いするのはなかなかですね。そうですよね。長くぶりです、ね。ああ、本当ですね。お久しぶりです。ありがとうございます。今回は。はい。早速なんですけど、ときめきライフコーチングということで、はい、僕初めてもしかしたら お聞きしたというか、ね、そうですね。はい。前確かお花のジュリアさんというか、あ、そうですね。はいはいはい、です。としてはジュリアとして活動しているんですけれども、はい、この、コーチングセッションに関しては、はい、ときめきライフコーチングというもので活動しておりまして、はい、はい、主にですね、30代、40代の女方を中心にですね、はい、やっぱときめきというものがちょっとポイントなんですけども、こんまりさんもですね、人生が片付けっていうように、はい、やっぱりすごいときめくポイントっていうのは人生によってとっても重要だと思うんですよ。あ、はいはいはい、例えばお気に入りのペン一つにとってもノートでも着る洋服でも、それだけでこの心がキュンキュンして、はい、気持ちも明るくなるっていうので、そういったのを日常に取り入れるコーチングですね。で、そういう人たちをなんかこう自分に自信がなかったりする女性をちょっと背中を押す意味でのちょっとコーチングをしています、はい。素晴らしいです。もう、たくさん輝いていらっしゃるかなっていうようなですね、感じがするんですけども。なるほど。ときめき、そうですね。僕も今、こんまりさんをちょっとですね、はい、なんとなく想像したんですけど、やはりなんかそういうか、はい、なんかときめかないものは捨てるっていうか、なんかそんなことを聞いたことがですね、すね、ありまして、はい。なるほど。いろんな方にお聞きしてるんですけども、うん、はい、コーチングですよね。前に確かカード使ってセッションやられたような気が。やりますね、はいはい、やっぱりこうコーチングなんかきっかけとかあったですか。まあお花だけじゃなくてですよ、ね、ジュリアさんだけじゃなくて、はい、その、はい、今回ときめきライフコーチングというのになったきっかけというかです、まあやろうと思ったなんか なぜっていう感じですか。あ、そうですね、私もやっぱりこういろいろ日々のこの生活の中で悩んでいたり、はい、こう自信がなかったりした部分があったんですよ。で、やっぱり知らず知らずそのうちに他者からの言葉とかを結構影響を受けていて、で、自分を守る意味というか自分を変えたいと思っている時に地に足のついたものがいいなと思ったんですね、はいはい、別にそれはスピケを否定してるとかそういうことではなくって、はいはい、まあ、それもあるんですけど、見えない力もそうなんですけども、自分のこの潜在意識っていうものとちょっと仲良くなって自分の人生をもっと楽しくできたらいいなと思っていて、はい、そこからなるほどなるほど、コーチングを学ぶ、はい、はいはい、あの大事です、はい、そうですね、やっぱりこうまず自分があって、それで自分がこうですよね、からまたその他の人にみたいな、なんかそんな感じの、うん、イメージ、そうですね、はい、自分がこの経験してうまくいったこととかも、はい、ちょっと体験も織り交ぜつつ、その方に合った
の人生をちょっと、ね、豊かにするっていうか、もうちょっとありきたりな言葉なんですけど、ああ、いえいえいえ、はい、その人たちがね、あの、もっと笑顔になれたらいいなと思って、はい、やっぱり自分と同年代の女の子たちを応援していきたいなというのがあったので、はい、うん、なるほど、やっぱりこう実体験があると強いですよね、うん、あの、ね、言ってあげられるその言葉に対する力があると、ですね、うん、うん、思うんですけども、はい、今どんな感じで活動されてるとかあるんですか？今はですね、まあまあコロナになっちゃったんですけれども、そうですよね、はい、今は、はい、ホテルラウンジでのセッション、対面セッションだったんですけども、はいはい、まあ、今はもうこの時期の対面がちょっとできないということなので、はい、これからはあの Zoom とかのですね、本電話とかのオンラインを中心にセッションをしていきたいと思ってまして、はい、素晴らしいです。まだ私も Zoom が慣れてなくって、ああそうなんです、作ることはできるんですけど、うん、まだ自分の操作がまだまだなので、あ、はい、勉強してしながらですね、オンラインを中心にやっていきたいと思ってます、はい、ありがとうございます。結構ですね、僕も Zoom 始めたのってつい最近なんです。え、そうなんですか？そうなんですよ。うん、意外ですね。そうなんですよ。うん、やっぱり僕もこう配信関係、こう出る側もやりましたし、こうやって機械操作をやる側も経験してるんで、そうですね、うん、やるのでですね、もう本当に当時、8年ぐらい前からやっててですね、もうとにかくその頃はこういうなんか機器のトラブルがすごく絶えなくてですね、まあ、こういう映像は映るけど、音がですね、なかなかこう、音が聞こえないとかですね。あとはちょっとこういろんなことをやっちゃうと、パソコンがダウンしちゃったりとかですね、っていうこともあったりとかっていうので、もうちょっとやめようかなっていうのがつい最近だったんですよ。あ、そうなんですか。あ、まあ、そうなんですよ。まあ、そうだからズームもですよね、ちょっと消極的というか、まあどうせまたそんなのあるだろうなと思ったら、結構誰でも やれちゃうというかですね、そう、これセッティング本当に全然簡単にできちゃうのでですね、びっくりしてますですよね。こんな簡単にできるんだと思って。そうです、すごいですよね。なんかこの何年かで変わりましたよね。そういうそうなんですよ。オンライン関係がこんなに発展するとは思わなかったですよね、はい、そうですね。なんかまたいろんなことができるかなっていう風な、まあそれは里見さんも同じだと思うんですけども。そうですね、多分県外とかの方ももちろんですし、もしかしたら海外のですよね、方で、例えばアメリカに住んでる日本人の方でですよね、もしかしたらご相談に来るっていうことも終わりかもしれないと。すごいですよね、地球の裏側の人とも本当ですね流れるってすごいですよね、はいはい、そうですよね、インターネットがあればと、ね、本当すごい、ね、はい、夢のよう、はい、はい、そうですよね。あ、じゃあ、まあ今後ホームページとか持たれたりとかそういう感じになってくる。最近までちょっとブログをやってたんですけど、ブログだとちょっと弱いなと思ったんで、はい、やはりワードプレスにちょっと挑戦して、ああ、いいですね。ホームページと、はい、あとメールマガジンも、ね、はい、はい。あとは SNS だったら、はい、インスタと Facebook ですね。この4つを軸にですね。はい、あと YouTube です。うん、YouTube。あ、素晴らしいです。ちょっと最近やられてますもんね。やられてるんですけど、まだ全然なんかもう、編集が、難しくて、自分でやってるので、なかなか、なんか皆さんどうやって編集してるんだろうって、そっちの興味津々で。結構簡単ですよ。別に編集しなくても。うん。本当に思いでいいと思うんですね。はい。はい。いいと思います。いいこと教えてください。はい、またわかりました。はい。はい。ということでですね、もうあと1分ぐらいで、ちょっとエンディングということでですね。これ早いんです、うん、ということでですね、まあ、今回はですね、ちょっとこちらで、いろいろお話を聞かせていただいたんですけどもですね、まあ、せっかくなので次週ということでですね、タロットカフェ名物公開タロット占いというのもしよかったら聞いていただけたらと思うんですけども、わー、よろしいでしょうか。ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、次週ということでですね、まあ、毎度おなじみ、こう2週にわたってのゲストさんということで、公開タロット占いということでですね、次週引き続きですね、里見さんの方に出ていただくということで、今ご了解いただきましたので、ぜひですね、次週も楽しみにしていただけたらなというふうに思います。ということでございまして、光のセラピスト愛のタロットカフェ、ちょうどお時間となりましたので、続きはまた次週ということで、したいと思います。
では皆様どうもありがとうございました。また次週ということでよろしくお願いします。里見さん引き続きよろしくお願いします。